寒いんでちょっとカーディガン着た。てかシンプルにあの20時15分からやりますって言って準備間に合わなくて、そう準備間に合わなかった。なんかひじり今日あの握手オンライン終わって帰ってきてあのちょっとなんかやることやってから寝ちゃってたんですよ。でさっき起きて結構寝ちゃってて昨日寝不足だったんでなんか寝ちゃってて、そうで起きてさで今日何も食べてなかったのね。さっき起きて19時半くらいに起きてで今日何も食べてなかったからめっちゃお腹空いてて、あの卵とウインナーの賞味期限がねもうすぐだったから焼いたんですけど、ちょっと食べる間に合わなくてちょっと食べます。でも本当はねハロウィン配信明日やりたかったのね。明日やりたかったんですけど明日公演だから、ちょっとケチャップかける。明日公演だからさ、ハロウィン公演というものがあるのでショールームできないんだ。だからそう今日にしました。でもハロウィンなんか別にハロウィンのかぼちゃの何かとか買ってきてないんですけど、いただきます。なんかこれクリナが貸してくれた。セーラー服で中学の頃セーラーだったんですよ。転校福岡来る前で逆にブレザーの制服あんま着たことないかも。佐渡の魚さん尊いありがとうございます。アンパンマンさんコウモリありがとうございます。ポアロンさんかぼちゃありがとうございます。海賊さんかぼちゃありがとうございます。赤さんハートありがとうございます。そうこれをね私はコスプレと言っていいか迷ったんですけど、あの現役だからでもさ別に本当の制服とかじゃないしコスプレかと思って寒いのでカーディガンを着ました。上からクリナがねあのそれだけじゃコスプレ感なかったらこれもつければって貸してくれたんですけど、ちょっとつける勇気なく私はこれはクリナ貸してくれたんですけどちょっとあんまつける勇気ないかなっていう。そうあちょっときついですね。そうそうなんか自己の似合わないんだよね。でもコスプレとかもそんなや今まで自分で買ってやったことなくて、今回はまあ買ってないけど別にクリナに借りたんですけど、これクリナに借りたからあのさっき用事やってあの買い物っていうかしてて終わった後おしゃべりか握手が終わった後ちょっと買い物っていうかしててその時にあのクリナが好きなねグミを見つけたんですよ。だからあの返す時に一緒にあげようと思ってクリナが好きなグミを買って、いやちょっとやっぱ無理きついな。なんかしかもつけ方わかんないしこういうの慣れてなさすぎてつけ方よくわかんないし、あの生写撮影とかではつけるけどさなんかうさ耳とかさあればっていうかつけなきゃなんかつけるけどさ自主的にないね。ちょっとクリナありがとう。よいしょ、いっぱい持ってるよね。でもクリナにさこのコスプレ借りる時にいろいろ持っててさすがやなと思いました。ミニさんカポチャありがとうございます。そうひじり結構その制服になんかここ高校生のエチケット入る前の話なんですけど
なんか漫画とかってさ、制服の上にカーディガンとかつけてさ、自分の好きな色のカーディガンとかつけてさ、やばい、もう卵食べれない、お腹いっぱいになったけど、好きな色のカーディガンとかつけて、なんかやるみたいな漫画とかでよく見てたから憧れだったんですけど、そう、校則があってさ、結局着れないよね。パーカーとか制服の上に着てる人とかいるじゃん、アニメとかで。ひじりが行った学校は全部校則がダメで無理でした、中学の時とか。あとウインナーもちょっと焼いて、もう焦げ焦げなんですけど、マジで冷蔵庫にあった賞味期限がもうすぐのものを焼いて、ショールームが始まる前に全部食べたかったんですけど、ちょっと服汚さないようにして、うん、その好きな色のカーディガンを福岡に転校したら着れると思ってたの、制服の上から。そう、着れると思ってたのに、あの福岡の学校がまあ普通なんだろうけど、黒と紺のさカーディガン以外ダメだったから、そう、憧れ消えました。でも一回6月くらいのさ、ツーショット会でさ、今年のなんか制服の回あったじゃないですか、制服でツーショットの回。その時自分でなんか好きな制服の組み合わせ決めれてよかったです。ちょっと前髪が最近うまく巻けないんだよ。で昨日今日ねオンラインがあって、 B さんのねあれが最後だったんですって。ですよ、 B さんのイベントいっぱいありましたけど、それこそ6月のツーショット会とかも B さんだよね。ちょっとすいません、カブチョルさん、コウモリありがとうございます。でそうで、なんだっけ、何の話だっけ、まあいいや、そう B さんのツーショット会もあったし、ツーショット会初めてだったんです。あれ違う、君の子もあれ、ドラブミーか、あれ、まあいいや、ん、まあちょっと混乱してるんですけど、ドラブミー B さん、ちょっとよくわかんない、ちょっと混乱してるんですけどとかあったんで、なんかまあだからしばらくちょっと予定、結構毎週は嘘だけど月1とかであったじゃん、オンラインとか。月1も嘘、でも2ヶ月に1回とかあったよね。そうだからちょっとね、それは一旦終わるんですけど、ヘズルは B さんの握手会からちゃんとあれになったんで、ちゃんと服を選ぶようになったっていうか、前もちゃんと選んでたんだけど、一生懸命やっとなんかちょっとだけ服に興味があるの出てきたんで、ちょっと毎回ちゃんとね、対面の時とか、ちゃんとお洋服、好きな可愛いやつとか着てたんで、
そう、髪の毛も巻けるようになったから。ビーバップ団長さん、コウモリありがとうございます。やっぱあと一口分残ってるけど結構お腹いっぱいなんだ今ね。食べ物じゃなくてなんか飲み物飲みたい。そう、いろいろできたので、あ、インスタあげようと思ってたんだ。明日でいっかな。ちょっとインスタ明日公演だ、明後日。ちょっと待って、今インスタあげたいけど、まあいいや、インスタ今ちょっとあげていいですか。やっぱいいや、ちょっと準備できてないから、明日か明後日にあげよう。何もインスタあげようと思って忘れてた。ああ、今日のお昼にあげようと思ってたの。そう、ツーショット会とかね。でもコロナでさ、あれがあるから仕切り、そう、じゃそれも難しかったりするんですけど、まあでも対面式がねまたできてよかった。あ、これはクリナで借りました。あ、他のコスプレする勇気はなかった。制服が一番。馴染みあったんで。よし、ごちそうさまでした。これは天気のこのコップです。君の名じゃないよ。昨日君の名は久しぶりに見たんですよ。めちゃなんか面白かったわ。テンション上がったわ。やっぱりさあ、明日は明日は公演ですね。ハロウィン公演。あとさ、さっきもしたよね。パジャドラですね。最近なんかね、公演がちょっと前より少ないんですけど、パジャドラ、パジャドラでした。パジャドラです。明日で、そう、最近パジャドラ以外でやってなくて、公演ひじり。そう、制服の目とかなんかマジでやってないけど。コンサートの前にやってからやってないよね。でもまああるよね、来月の5とかあるので、制服の目、まあ、その前に明日のパジャドラが。でもなんか結構さ、その先月とか、先月かな、わかんないけど、あのコンサートの前とかが割とさ、あの公演がさ続いてたりしてたので、リセット、制服の面とかパジャドラはそんななかったけど、最近そう続いてたから、なんか急にさ、ふっと公演がなくなると、あれ公演がないと思うんですよね。でも今日とかまだやることあるんで、そう、多分夜更かしっていうか夜遅くまでかかるんですけど、今日もそろそろちょっとやらないといけないことが多い時期に入るので、11周年もあるので、ストラトスさん、コウモリありがとうございます。
リナちゃんのダルメシアン、あ、リナダルメシアン今日着てたんだっけ。リナすごいいっぱい持ってるよね。あ、じゃあリナに、リナのために買ったグミでも紹介する。これです、このリセットグミ。なんかリナがね、美味しいんだよって言ってたから、で今日ちょうどその必要なものを買いに行ってて、お会計並ぶ瞬間にこれを見つけて、あ、リナが好きって言ってたやつだと思って、あのすぐ手に取りました。これはリナにあげます。リセットグミ、最近食べてるのか分かんないけど、ちょっと待って、今ご飯食べ終わったんで、あの口直しにタブレットみたいなやつ食べます。ちょっと歯磨きしたいけど、ちょっとショールーム中なんで。なんかお母さんにもらった沖縄のなんかタブレット、なんかね、あのこれもショールーム最近さ、今月やるたびに言ってて申し訳ないんですけど、本当に鼻の詰まりが苦しくてですね、鼻の詰まりが苦しくてちょっと思うように喋れないんですけど、最近苦しいのよ、喋ると喋ると苦しいは言い過ぎ、なんかでも息が苦しいじゃん、鼻詰まってる時。だからちょっと変な、なんか途切れ途切れの喋り方気にしないでください。息切れすんのよ、鼻詰まりの時って。普通に喋ってるだけでもね。待って、なんか話そうとしたんだけど今忘れちゃった。あと明日はね、ビビさんと最後なので公演出れるの、ちょっとそれをね、それがね、あ、これじゃない。なんかそれが結構明日の中で重要なことです。そうでもよかった、なんかあの T2 のメン、T2 じゃないんで、まあ最後のパズドラ一緒に出れて嬉しいです。でも寂しいな。でもなんか卒業メンバー多いじゃないですか、これから卒業するメンバーで、もう決まってるメンバーが多いんですけど、すごいなんかね、実感がなくてね、やっぱ卒業メンバーはなんかいつもメンバーが卒業、先輩が卒業とかするときって実感なくて、あの卒業されてからの方が実感するんですよね。タブレット絶対途中でなんか最後までさ噛まないで終わらせようと思ってもさ、絶対途中で噛んじゃうんだけど、なんだっけ、なんかさ、なんだっけ、やっぱさっきからなんか言おうとしたこと全部忘れちゃうんだけど、でもね、ひじれパジドラでビビさんとあの絡むところがなくて、ポジション的に、まあジャンヌの MC
くらいですかね。なんかポジションでさ目あったり しながら踊れるところとかあったりする人もいるんですけど、あのビビさんと一回も目合うあのシーンとかなくて、そう絡むシーンもペアのとこもないしね。なんかちょっと MC で絡みに行きたいけど頑張ります。そうであれも前後半も一緒だし、あと明日はレイヤちゃんと初めて一緒に出るかも。レイヤちゃん明日出るよね。レイヤちゃん、柳瀬レイヤちゃん、ロヒジルなんか最近パズドラ出るの前より減ったので、なんかそう意外となんか一緒に出たことないメンバーとかもいて、パズドラにレイヤちゃんとかさパズドラデビューだからまだ一緒に公演したことないはず、っていうかそんなお話したことないくて、まだまあ話せるか分かんないけど、ちょっと一緒に出るの初めてな気がします。ちょっと話したら嬉しいんですけど、話す機会がね、どうやって話しかければいいんだろう。写真撮りたいけど、そうもうビビさんね、ちょっとヨシちゃんの信じられないんだよ。アイヤライブのチケット、あそう今ラビリンスで1月18日のアイヤライブでのチケットがのイベントやってるみたいなので、ぜひ皆さん来てください。ちょっとイベント大変だと思うんですけど、アイヤライブ初なんで、なんか16人だから普段のコンサートとかでもなんかと全然違うからさ、ちょっとぜひ来てほしいです。少人数っていうか、まあ、16人少人数だよね普段にしたら、それだけでステージに立つっていうのを、あ公演とか以外だとそれ初めてなので、そうちょっと人数少ない分ねたくさん見てもらえたらいいなと思うので、ちょっとそうでもまだ何も分かんないけど楽しみですね。めちゃくちゃ1月が、いや本当に鼻詰まりで喋り方変ですいませんね。ビビさんがひじりビビさん推しメンなんですけど、入った時から加入する前からなんですけど、ビビさんのひじりは AKB ビンゴでビビさん好きになったんですけど、そうそうちょっとねもう推しメンが卒業しちゃうということで、なんかでもそうチームとかも違ったし、意外と一緒に公演とか出る機会もそんななくてですね、そうめっちゃちゃんとね、そんなめっちゃおしゃべり、あでも HKTV のロケか、ロケとかは一緒に一回行かせてもらって、その時はなんかめちゃくちゃ勉強になりましたね。すごいなと思った、なんか仕切り力が回し力っていうのかな、 MC じゃないけどそのロケだったけど、そのひじりがビビさんと行ったロケがモノマネの方に会ってモノマネを伝授してもらったり、そのモノマネなんかのお店に行くみたいなロケをしたんですけど、その時ビビさんが結構ねやっぱそのモノマネの方とかに話を聞く、その回し方がすごくてですね、めちゃくちゃ勉強になったんで、そうなんか推しメンって言ってるんですけど、普通にMC とかでなんか勉強になる先輩みたいな、その回しとかがなんでちょっとねそういう面先普通に寂しいですね。でも初めてビビさん見た時マジで可愛いと思って、でなんかさ AKB ビンゴでさビビさんがさあれですよ、1位、手相占いで1位取った時ですよね、あったじゃないですか。でその時に見てもうこの人可愛いと思って、そっ
からあの検索したりしたんですね、名前とか。そう、 HKT その時めっちゃ詳しいわけじゃなくて、48グループ好きだったんですけど、 HKT めちゃくちゃ詳しいとかじゃなく、で AKB ビンゴ見てて、でビビさん可愛いと思って、それでビビさん調べて、あ HKT なんだみたいな。それから HKT の曲とか見るようになったので、そうマジビビさんがきっかけなんですよ。あ、これちょっと明日お店で話したいな。でもちょっと話せる機会あるか分かんないけど、そうなんだね。そう、もうあの一番輝いていて、私の中でその時のあのその時の、まあ、みんな可愛いんですけど他のメンバーとかも。でもひじりがそのビビさん泣いてた、なんかあんま番組の内容めっちゃちゃんと覚えてるわけじゃないんですけど、あなんか1位で、そうこれから来るみたいなこと言われてたのかな、手相で。でそう、でもこの子可愛すぎると思って、そう。ではこれ今月最後のショールームですね。急に話変わる。そう、もう本当は昨日したか明日したかったんですよ。なんかかぼちゃのセブンのかぼちゃのなんか四角いケーキみたいになってるじゃん、あれとか食べながら、今日はハロウィンですね、ハッピーハロウィンとか言いながらやりたかったんですけど、ちょっとまあ公園なんで、フットムーンさんかぼちゃありがとうございます。くしゃみする。しなかった。だからなんかコスプレしたからといってめっちゃ普段通りの配信っていうね。なんか本当は髪の毛なんかやろうかなと思ったんですけど、髪の毛っていうかなんか結ぼうかなとか思ったんですけど、ストレートがさ制服っぽいかなとか思ったりさしたよね、ストレートおろしが。まあまあこれからちょっとねやることあるんで、いろいろ、まあ今日はね、今日は何時に寝ようかな、目標は。でもね、やること大体寝る時間の目標とか決めててもやること終わんないと寝れないんで。はじめまして、ヤッホーヤッホー、こんにちは。ていうかでも11月になるのが、もみじってもう咲いてるって言わないか、散ってるのかな。ひじりもみじどうしても見に行きたくて、行けるか分かんないけど、なんか山奥とか、山奥っていうか山の方とかにあるのかな、分かんないけど、去年あの福岡来てからずっと行きたいと思ってて、毎年行けず行けずで、まあ、意外とその HKT は周年があるので秋の時期が結構ざわざわというかバタバタしてたりしてるっていうのもあるけど、あの行きたいんだよね。11月でまだ見ないな。なんか結構さ寒くなるとか言いつつ意外と昼間20何度とかあったりするからさ、なんか暑いんだか寒いんだかみたいな気温が続いてるから、来週とかになったらもみじ出てたりするのかな。そうしたらね行きたいんですよね。写真撮りにももちろん行きたいけど、普通に見に行きたい。なんか癒されるよ多分、秋の香りみたいな。猫耳のスクショ、この猫耳のさ付け方、正しい付け方が分かんないんですけど、耳のスクショか。もういじりマジでスクショしてくださいね、これこの服多分ツイッターに釣り乗っけないと思うし、メールには送ると思うけど、これ
これ恥ずかしいな、マジでさ、何やってんの私は。いやちょっとこれ合ってるのかな、付け方。絶対もみじまだだよね、もみじの時期。やっぱちょっとあったかいもんね、なんか11月、あ、11月になるにしてはちょっとあったかいよね。そんなことない。あ、もうなんか付け方わかんない、なにこれ。慣れてなさすぎて日頃コスプレしないから。あ、ほらもうなんかこうアンバランスになるよ。ちょっと時間ちょうだい、付け方が分からない。今日いっぱいいたですね、オンラインの6期生ちゃんたちが。なんかね、みんな可愛い格好してました。これ合ってんのかな、なんかアンバランスだ。わあ、ちょっと肘、本当に恥ずかしいわ。本当にこれ1分以内に外します。ちょっと待って、耳が入らない画面の中で。あ、やばいやばい、ちょっと待って、物落とす。わあ、スクショ、はい、スクショしてください。もう本当にちょっと、でもあれかな、画質悪かったら、まあ、はい、スクショ。ちょっと本当に恥ずいわ、なんか思った画角でいけないな。こっちカメラ目線、ちょっと暗いね画面。うん、どれくらい、もうちょっと欲しいですか。鼻水マジでやばい、鼻鼻炎じゃない、鼻詰まりが本当にやぎ。もみじは12月か。あのひじり、目猫っぽい。だってわかる、わかるとか自分で言って、丸くない、なんか目の形がさ、ちょっとだけつってるからさ、それは猫っぽいって自分でも思うけど、もう本当に猫はもうちょっと丸いと思うんですけど。はい、じゃあいい、ピースで、いい、マジでコスプレしないからさ、生写撮以外できないもん。はい、もういいかえな。猫耳の定番のセリフ、ひじりはそういうことしません。セーラームーンのコスプレ、確かにセーラームーンのコスプレとか可愛いよね。あんま言えないけど、あ、セーラームーンのコスプレなんかバンされるみたいなさ、でしょ、なんかあのアニメ系とかバンされるらしい。猫っぽいポーズ。じゃあ本当に、マジ最後ね。じゃあ最後の30秒くらい。じゃあ時差あるか、20秒。猫っぽいポーズ。それやっぱ恥ずかしいわ、いじる、無理だ。はい、98。あ、スクショタイム見てない、ひじり、マジで。ちょっと外しますね、本当に。ありがとうございました。本当に、あの、見てないよ。リナ貸してくれてありがとう。まあ、これもだけど。はい、ありがとうございました。この、猫耳なしだったら全然スクショタイム大丈夫なんですけど。なんかでも、ニット着てるからちょっと肩幅がでかく見える。猫耳なしだったら大丈夫だよ。これ普段なんで、私あれなんで、現役なんで全然。うん、まあ制服はね、着る機会結構あるんで。あれ、いつの間にかパツンだった前髪が分けられちゃった。
明日髪型何やろっかな。ハロウィンだからハロウィンっぽい髪型ってないもんね。どうだ、スクショタイムとか行く、いつぶりにしたんだろう私。とひじら、そうそう、警察学校、警察学校じゃない、ハロウィンの花嫁見に行って、4月にさ公開してたコナンの映画がハロウィンの花嫁っていう映画があったんですけど、ハロウィンの時期にもう一回ってことでリバイバル上映されてて、若野と行きまして、そう、見るの2回目だったんですけど、やっぱ萩原がいいですね、おしめんですね、あの警察学校組の中で。そう、めちゃね、あれでした。最高で、なんか入場特典もらえて、そう、あの初日に行ったんで入場特典もらえて嬉しかった。でも終わった後も若菜とめっちゃ語って、語りながら帰りました。その制服ガチじゃないですよね、だって全然違います、ガチの制服着ないわ。でもコスプレです、こんな可愛い制服ね、ちょっとこんな可愛い制服ガチであんまないよ。あ、でもこんな感じの制服あるよね、多分ないのかな、ピジロは着たことないけど、リアル制服でこんな感じのありそうだね。でもちょっとなんか熊本とかにありそう。普通に半袖でした。あ、可愛いじゃんこれ、ちょっと一回、暑いからクリーナがせっかく貸してくれたんで。でもやっぱね、あのね、制服はいずれ高校 HKT 入る、なんか普通にアイドルになりたかったけど、まあ、慣れない可能性だってあるじゃん、高校生になるまでに。だからずっととりあえずさ挑戦はしようって風に決めてたけど、もし入らなかったらマジ制服で高校選びたいくらい、あの可愛い制服の高校に憧れてた。まあ、実際あの入ったから制服で選ぶも何もなかったけど、もしあの普通に高校選びする、高校選びっていうか普通にあの高校受験、受験はしたけど普通に高校受験なんて言うんだろうするみたいな感じだったら、めっちゃ普通の学校とかだったら、あのあれでしたね、制服で選んでたかも。それかなんか結構ひじり勉強頑張ろうとしてたで、今じゃないよ、その中学生くらいの時、そうだから頭いい学校行きたいなとか思ってたけど、でもまあそんな成績優秀じゃなかったんですけども、やればできるんですよ勉強は。ただやってもできない教科が、社会っていう、高校生じゃないよね、中学の時はその社会とか理科とか、なんか科学か、暗記系ちょっと無理でしたね。なんかさ、あの社会歴史の授業とかめっちゃ面白いんですよ話が。だからめっちゃで、科学とかもなんか宇宙とかあったりして面白いんじゃん、面白いけどなんか入ってこないんだよね、面白いからちゃんと聞くけどなぜか覚えられないみたいなのがありました。明日お客さんもハロウィン的な用意しなきゃならなきゃ、大変だ、それ大変だね、100均でなんかマントとか売ってますよ。でもハロウィンの日って大体売り切れてる。じゃあみんな仮装してるってこと、お客さん、それ絶対ルールなんですか。でもあれ、いつかハロウィン公演やったことある、もしかして出たことあるのかな。あれ去年とかやったのかな、七色とかでなんかノーパラの時にハロウィン公演やったよねみたいな話してたみんなが。でもひじりそれは出てなくて、ノーパラの時は出れな、確か 出なくて、だからハロウィン公演やったことないかなとか思ってたんですけど、出たことあるのかな私ハロウィン公演。そう、女子は結構制服憧れ多いんで、お母さんとかも制服で高校選んだって言ってた、制服で高校選んだけどお母さんの年から私服になったって言ってた。
かめっちゃかわいそうじゃない、制服選んで入ったの。マジ鼻詰まり。下パジャマじゃないわ、下もちゃんとクリアに借りたスカート履いてます。福岡の高校全然知らないんですよね。福岡の高校、まあ地元民じゃないからってのあるけど。でもえじり高校ね、やっぱ制服っていいなって思うよね。私服はさ、私服の高校もたくさんあると思うしけど、私服の高校は、まあ、私服ってさ高校卒業しても着るじゃんみたいな。制服って高校時代にしか着れないじゃん。あとなひずりは服の選ぶのが苦手だから、私服だとそう無駄な知恵がね働くんですよ。これ変じゃないかなみたいな。で制服だったらもうみんな一緒だから変も何もないからさ。ノーパラのハロウィン公演出てないんですよ。そうで、なんかねノーパラねの時はねイベント系の公演全然出てなかった。ノーパラあれだったから12人公演だったから2人くらい出れなかった。毎回制服です、セーラー服。クリナに借りた。このメイクバチバチしてるセーラー女子、セーラー服の人って。でも高校とかさによってはメイクしていく高校、まあ、あるかあるよね。ジルもしていくし、でもセーラー服ってなんか中学ってイメージあるから。くしゃみしそう。やっぱ鼻声ってわかります？めっちゃやばいよね、マジで鼻が苦しい。ちょっと鼻詰まりの薬飲んで寝よう。絶対忘れるんだよね、いつもいつもいつも。それか鼻シュッシュは結構やるけど、あんまやりすぎてもね、鼻シュッシュとかやりすぎてもあれ脳に結構くるんで。鼻シュッシュ分かる人いるかな、鼻にビャーって結構あれ脳がわーってなる。で自撮りしなきゃ。メールに送ります。ツイッターには多分載せます。あの何かでも今日メイクしたのが朝だから、まあ、メイク直しはしたといえどまつげがもう元気がないですな。待って、明日ハロウィンじゃん。ちょっと待って、明日ハロウィンか。だからといってなんてこと何もないけどさ、帰り道とか混まなければいいな。まあでも劇場らへんは混まないか、天神とか混むのかな。まあ東京でいうとその渋谷とかあるけど、でもさ天神昨日一昨日かな、天神行ったんですね。そしたらもうなんかさハロウィンの格好みたいなしてる人たちいてさ、早っと思った。まあでも土日だから多分ハロウィンイエーイって感じだったと思うんですけど、そうなんか何のコスプレして、なんかでも天神とかって結構さこうなんかチラシ渡す人とかいるじゃん。そういう人がなんかねアーニャの格好しててね、なんかチラシっていうかやってた人もいたし、あアーニャだとか思って、あとなんかね包帯人間みたいな人とか結構ねもうすでに言いました、今日じゃなくて一昨日とかも。そうだからちょっと早いと思ったけど、でもいつの間にかハロウィンモード。加入当時に比べた見た目が大人っぽいだって、そりゃそうだ、高校生もう何年か経ちましたからね。見た目が入った頃は中学生すぎた。マジ体調悪くないです、ないんですけど、いつも結構
鼻づまりが結構毎年絶対ひどくなるんで、私この時期全然なんか体調崩してるとかではない。鼻炎持ち分からんけど、なんか鼻が行った方がいいよね、耳鼻科。でもひじり本当に病院嫌いで、だから肌が荒れたら皮膚科行かなきゃなのも分かってるし、鼻が悪いと耳鼻科に行けっていうのも分かってるんですけど、もうめっちゃ苦手で、あの苦手っていうか行けば終わるんですけど、あのめんどくさくて、それに行くまでが。だから皮膚科もね、もう行かなきゃなんだけどね、行ってないんですね。でも行かないと行かなきゃっていうのは分かるのよ。だからね、そう、ちょっととってもね、そこに行くまでがめんどくさいんだよね。分かるかい、この気持ち。大型の人とかこういう感じなんかな。こんばんは。そうだ、まあ、あ、だから明日ちょっと交通機関で天神あたり通る人気をつけてください。気をつけてください。天神練り上がる、あのなんか天神通る、歩いて通る人とか人多そう、めちゃくちゃ。夜とか公園帰りとかね。そんな多くないのかな、天神って。よう分かんないな、ハロウィンの人口の多さがちょっと分からない。もちろんしたらランキング読めます。鼻がね、最近鼻のマッサージをいっぱいやるんですよ。ここがなんか鼻をちょっと高くっていうかさ、細くしたいなと思って、なんかめっちゃ鼻のマッサージとかやるんですけど、あんま効果が出ないです。明日髪型何にしよっかな。でもハロウィンっぽい髪型とかないから、明日までに決めよう。ハロウィン、でもハロウィンって毎年ですよ、何もしてないの。あ、でも今日ゆうきにこれもらった、なんかトリックオアトリートって言ってみたいなこと言われて、ゆうきにトリックオアトリートって言ったらなんかくれました、ゆうきが。あとで食べよう。なんだろう、グミかな、これ。グミってあんま自分で買わないから、ちょっと食べます。知らない人からお菓子もらわんわ、全然ね。こんばんは。三つ編み、三つ編みってハロウィンっぽいか。でもハロウィンって変な髪型の人が多分多いよね。変な髪型っていうか特徴的な、なんかあるかな。いや、ちょっと思いつかんけど、かぼちゃヘアって何？かぼちゃヘアって何？むずいな。やっぱハロウィンっていう髪型とかないよね、特に。いや、明日はなんか好きな髪型しよう。よいしょ。やっぱちょっと寒くなってきたわ。このニット暑いけど、脱いだら、着ると暑いけど脱いだら寒いですわ。あ、でもいじる、地元のセーラー服こんな感じだったわ。嘘だけど、こんな感じではなかったけど形は一緒。なんか地元のなんかね、中学セーラー、夏も冬もセーラーだったんですけど、今思えばまだあれは可愛い方だったんだなってちょっと思う。なんか地元に行った時はそのセーラー、その制服結構嫌っていうか、もうちょっと可愛いのがいいなとか思ってたんですけど、今考えると、でも中学にしては可愛い方だったなと思いますわ。でもまあ1年半くらいしか着てないけど、でも沖縄のね、あの聖の行ってた中学はね、高速があれば緩かったのかよくわからないけど、なんか身長伸びるとスカート短くなるやん、中学生ってさ。でも女子もだけ、女子でも普通に身長伸びたりする時期だからさ、身長伸びるんですね。だから入学の時は膝あっても、なんかどんどん身長伸びると
短くなってったりするからさ、そうそう、短いスカート憧れてたんだよね、めちゃくちゃ。だからめっちゃ身長伸びてほしかった、入学した時長いっていうか、まあ普通に高速の長さで、膝下ではない膝真ん中ぐらいで、まあ、普通に膝丈で、だからこれで身長が伸びれば短くても別に折ってるわけじゃないから何も言われんだろうなと思って、早く伸びないかなと思ってたけど、結構もうね12くらいから身長止まってて156くらいなんですけど、54だっけ6だっけ分かんない、56かけど、まあでも平均、多分ね日本人女性の平均身長くらいなんですけど、もうちょっと欲しいんだよね本当。身長ってなんか昔はあのちっちゃい方が可愛くて憧れだったんですね。ひじり結構なんか昔身長高い方で、あの小学校低学年の時とか、小学生の時ってさ、なんか背の順に並ぶんですよ列。背の順に並ぶ時にね後ろの方だったのね昔。でもなんかどんどん普通に真ん中ら辺になってきて。で本当にもう中学生になった時とかには本当にクラスの女子の真ん中くらいだったの身長が、多分だから前から数えても7番目後ろから数えても7番目とかだったと思うのよ。でだからまあ本当に平均ど平均で身長だからめっちゃ平均だったからちっちゃい人に憧れてたのね、その時中学生くらいの時は。めっちゃちっちゃい人可愛いなみたいな。今は結構もっと高い人に憧れるようになって、あの時と真逆で、まあ、ちっちゃい人も可愛いんですけど、やっぱ高い方がさスタイルいいなと思って憧れるけど、まあ、結局私は平均なんですけど、だからこの平均っていうのが一番嫌なのね、ひじり。あ、自分がね平均っていうのが、でだからもうちっちゃいか大きいかがあったらちょっと個性があるのになと思いながら、平均で、すっごい平均で、多分 HKT の中でもちょうど真ん中くらいだと思うんですよ、わかんないけど適当に言ってるけど。でもなんか HKT 入りたての時は154とかだったから 2センチくらい伸びたのかな。はじめまして、こんばんは。こんばんは。もうランキング読もうかな。そうだからちょっと平均なのよ私って、いろいろ平均じゃない、ひじりって。めっちゃ平均人間だと思う。身長も平均だし、年齢も今平均でしょ。年齢の平均っていうか、分からん、 HKT でいう平均、でも上の方かな、6期生入ったから。いやでも平均だと思うんだよね、多分ちょうど真ん中くらいで、そういろいろ真ん中なんです私。他に何があるかな、パッと思いつかんけど、なんか平均人間。ではランキング読みます。ちょっとショールーム1週間ぶりとかだったか。13位、SINKAI さん、ありがとうございます。なんて読むんだろう、新海さんかな、ありがとうございます。12位、アンパンマンさん、ありがとうございます。11位、ストラトスさん、ありがとうございます。10位、 あーちゃんさん、ありがとうございます。9位、正代さん、ありがとうございます。8位、カベチョロさん、ありがとうございます。7位、フットムーンさん、ありがとうございます。6位、ポーロンさん、ありがとうございます。5位、アンドハローさん、ありがとうございます。4位、ただの魚さん、ありがとうございます。3位、海賊さん、ありがとうございます。2位、ミニさん、ありがとうございます。1位、中さん、ありがとうございます。ということでハロウィンありがとうございました。まだ明日なんですけど、ちょっと明日配信できないので、ハッピーハロウィンって先に言っとくわ。今日はねちょっとこの後やることあるんで、それを頑張ります。
で明日はまあ公演なんでそれも頑張りますということで皆様、あそうだ、モンスターのエナジードリンクから紅茶が出たんだって。今日絶対帰り道買おうと思ってど忘れしてた。明日買おう。じゃあありがとうございました。なんかねモンスターの紅茶味が出てすごい美味しいらしいのね。デイジル紅茶大好きだから、炭酸も大好きだし、なんか自分でさカルディの紅茶の素みたいなやつとサイダーとか混ぜてセブンの飲むくらい紅茶のサイダーとかブラックティーサイダーみたいな好きなんですよ。ちょっと紅茶のモンスター気になります。では皆さんありがとうございました。ハッピーハロウィン、フライングだけど。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。